皆さんどうもです、ポルスです。今回ですね、裏で実は開催されてた超大型企画リアンカップのリロード大会を実はさらに裏で勝手に実況してみたドッキリをしようと思ってたんやけど、まあ、リアンさんの1本目の動画でねがっつり使っていただいてましたねはい、普通にありがとうございます。まあもちろんね、公式さんもリアンさんにもね許可をいただいて、ストリーマー10名ですね、ネフライトさん、ブユリルさん、レイさん、ゼルフィーさん、クララさん、キメコさん、ライフガードさん、G さん、キャプテン、リアンさんがリーダー、相方はストリーマーが選んだ基本競技勢3名ですね。スクワットで、ただしブユリルさんは余裕で競技最強ぶりすぎるからトリオでプレイします。で、大会概要もねざっくり言っておくと、普通に順位ポイントもキルポイントもあります。リクロイで30ポイント、1ヒャは1ポイント、賞金なんと100万円。さらに各リクロイにつき10万円賞金がついていて、合計の6マッチ勝負。総額は160万円が現金で現場にあるっていうね。やばいよね。まあ俺はオンラインやけどね。で、さらに特殊ルールが大まかに分けて2種類あります。1つは2マッチごとにゲームのルールを設けてます。1、2マッチ目はプロだけインファントリーがまず禁止。インファントリーはね、プロが使ったら意味不明な強さしちゃうからね、ダメです。さらにプロは青以下の武器アイテムしか持てないです。リロードはハイレアリティもね、バンバン出るから結構これはきついと思いますね。でもストリーマーは何を持っても OK と。そして3、4マッチ目、競技勢はなんと鶴橋と建築のみ。でもストリーマーは、まあ、待機を封じるためのメディキットのみ禁止。逆に言うとそれ以外は何でもありなんですよね。これがね、個人的にかなり面白かった。競技勢はクワでも果敢に攻めるのかどうかとか、ストリーマーで一番キルを取るのは誰なのかとかがね、わかります。言うてうまい人多いからね。で、最後の5、6マッチ目は何でもありという3セクターに分かれたルール形式でやっていきます。で、もう一つおもろいルールがあって、各ルール終了ごと、つまり2マッチごとに固定折りを決める回が開かれるんですよね。そして、今までの累計ポイントの回順からどんどん折りたい場所を決めていける。だから、うまくいってないチームはより強い折りを取れるんですよね。リロードのマップは専用の島で、タワーを2チーム分と考えると合計10ランドマークに分けることができて、初動ファイトはしなくてもいいんですよね。終盤まで死んでも生き返る特殊モード、さらにはキルポイントを設けてるから、まあ、言うたら大会優勝を狙うんやったら無限にリスポーンする敵を無限に倒した方が、まあポイントをモリモリに盛りそうやん。ただしリス狩り、つまり上空から湧いた後の対空はね、全体を通して禁止になってます。着地してからだったら倒しても OK。 果たしてどういう立ち回りでストリーマーたちは戦っていくのか、それでは行ってみましょう。 Let's go。 はい、ということでリアンさんの大会マッチ1スタートですね。勝手に実況解説していたポルスでお送りさせていただきます。まあ俺の単なる動画やから俺しかおらんねんけどまあキャプテンは3人で、他にブユリルさんチームもマウフィンさん、エリマさん、ブユリルさんは3人と、まあ強すぎるからね、3人で、まあ今回はね固定折りマップを作ってるんで、まあタワーは2パーティーで、なんとねネフさんたちとブユリルさんたちは被ってることにはなってんねんけど、まあ他はね全部フリーでスタートやから初動は落ちないとは思うね。ブーコニックさん、コピスケンドーさん、ルークさん、ゼルフィーさんのスクワットにうちハオビトが襲いかかっていくとネフさんのスキン使ってるし、これはインフルエンサーカップを逆手に取った競技志向やね相方はミリムさんと、アリスさんやね。で、アリスさんとジーさんとドッグさんかな、ここの4人という感じで、まあ強いね。確実にパフォーマンスは高くて、おー、一気に剣道さんを落としていけるか。いやー、後ろからカバーが来るけど、ここは先手取っていったのはミニムさんが落として、さらにルークさんも落として、まずい。あと二人落ちるとこれ復活できないんで、一人生き残ればいいから、一人だけ逃げてしまって引いちゃうっていうのも全然ありではありますね。とはいえこのチーム引かしてくれるかどうか。今回の縁綺麗やな水辺に森に、なんか雰囲気いいね。シンクさんはドキラン、いや惜しい。ジーさんが落ちて、ここはレイさんチームがうまく返してはいる。パパさん落とされて、シンクさんカバーに行きたいけど、いやーこれで4枚、あと1人、シンクさんが落ちると全滅。ここはやはりスクワット、タバの雨が止まらない。4対4対4対3か。だからブイリルさんたちが3で、あとは全員フルパやね。残ってるのはゼルフィーさんチーム、ライフさんチーム、リアンさんチーム、ブユリルさんチーム。
やっぱ冬さんチームえぐいな。3人でちゃんと残るからね。すごすぎへん。さあただ結構切りそう。さすがにポジションも不利ですね。これ12円最終円やからな。移動円一気にこの大きさから縮まりきっちゃうからね。さあハイグラウンドは変わらず多分リアンさんで、ペイテイさん、ショートさん、ライフガードさん、ライスさんがローグラセンター。まあやっぱり最初に先端取れてた方が強いっていうのもあるんで、ローグラはライフガードさんチームが有利ですね。さあここは上からロケットランチャー、あまりにも強い。ここでショートさんチームが下に落ちる。さあここはステインさんたちは常に上に保ちながら、リアンさんたちが入り込みに行く。おお勝負にいった。さあここは一気に冷たかったけど、データさんがもう回復耐久勝負のセッティングしてますね。ただ多分他のチームも全て回復勝負にはしてると思うんで、データさんのこの回復量、ハイグラの安定感っていうのが他のチームよりも少ないとは思えんからな。まあこのまま勝っちゃいそうな気するね。1試合目リアンさんが開いた大会でリアンさん勝つの良すぎでしょ。さあここはデーラウさんたちは、あとはテイテイさんが生きてるね。テイテイさんたちとデーラウさんたちの回復耐久、デーラウさんはあとスプラッシュが10個にメディキットが1個、いや2個か。テイテイさんがもうスプラッシュ使ってるから、これ多分ね、テイテイさんメディキットなくなったと思うんだよね。と考えたらデイダーズさんの方が、お、ストメある、ストメある今の。ダメージの減りがめっちゃ早かったね。ただここはデイダーズさんがしっかりと勝っていくと、まあ、ポイントの上限を考えると撃破ポイントが逆に言うと無限にできる、増やせるから、そう考えるとやっぱり倒しに行った方が優勝には近づきそうな感じはありますね。さあ上から打って、おお、テイテイさんは根元壊し、それに対してユマさんが大きく逃げるが、ここは逃げ切れるかどうか。さあ上からここはユマさんがまだプレッシャーかけに来るけど、あーユマさん耐え切ったね。さあルイサナさん対コールさんの 1v1 にネフラジさんがカバーに行く。さあこれは厳しい。いやーネフさんがしっかりと倒していく。味方のカバーもプラスで1来てるし、撃破数が伸びますね。ただコールドさんはまだダウンだったんで、おそらく復活してるはず。ただ復活したキメコさんはここはさすがに苦しすぎる。いやーネフさんチームの猛攻が止まらない。さあキャプテンが横にいるところをネフさんが一気に詰めていく。キャプテン対ネフラジさん。さあここはキャプテンがレイニーさんのカバーによって落とされて、さあキャプテンチームは本当にパッドが多いんで、ここはむしろボックスファイトうまくダメージ取りたいが、さあレイニーさんが確定を取った。ルイサナさんも落としたか。さらにレイニーさん今スナイパーでユマさん落としたこれ。さあユマさんの確定取りましたね。ユマさん落としてレイニーさんも5撃破、合計で14撃破ですね。さあめちゃくちゃ人数残ってますね。これはローグラウンド熱いか。そして現在撃破が一番多いのはレイニーさんがさらに撃破取ってますね。そして F さんが6、レイニーさん7にルイサナさん2のテイラーさんが3。あまりにも強い。そのままピークロイまで勝ち切れるかどうか。ネフライスさんは左側面ローグラムーブではありますね。あとは最後の最後にショックウェーブでネフライスさんが終盤のボックスをもう全て貫通してフィジカルでかき乱せば回復待機を止めたりはできる。さあ無理やりここは浜辺ローグラウンドいった。さあただルイサナさんが先端刈られてセカンドローに落とされて、アンチ外から来る可能性も考慮してネフさんは逆サイドしっかりと警戒をしているが、やはりそこに来たが、いいカウンター。リグレさんの建築壊しに対して80、いや98カット。さあただネフライスさんはもうやれることが少ないんで、さあここでショックウェーブで壊しに行く。さあリアンさんの核取れるかどうか。取った。これは多分あれが入りますね、確定の撃破のログが入りますね。これでどうだ、ダウン取ったのはでも違う人判定になっちゃったか。さあネフさんの撃破は増えてはないですね。とはいえレイニーさんは耐復、回復耐久でウィッケシーさんと睨んでいる。さあチャグスプは回復しながら移動できるんで、これは確実に来る。後ろからウィッケシーさん勝負に来るが、レイニーさん落ち着いてチャグスプを持ち返して、さあウィッケシーさんとの対面を冷静にカウンターできるかどうか。ここは逃げ選択。さあレイニーさんがうまくウィッケシーさんをかわしつつ、残りは5チーム5名生存、全員耐久勝負のカードですね。さあレイニーさんはここはあとメディキットは、いやー巻ききれない。これはストーミオイカナさん、ラギスさん、パパさんが耐久して、やはり耐久勝負は実況者ではなく
あとは、おお、船員さんだ強すぎる2連ビクロイ。そんな、リアンカップはリアンのためにあるのか。さあ、ということで、第3マッチ目と4マッチ目は超特殊ルール。選手は建築と鶴橋以外は全部なし。そして配信者はチャグスプ以外は全てありというね。配信者がいかにうまく戦えるかが一番大事になってくるのがこの第3マッチ目と4マッチ目。そしてその間、2マッチ目と3マッチ目の間に固定折りをね、切り替えるっていうルールがあって、順位表1位が今回は現時点ではライフガードさん。リアンさん2ビクロで取ってるのにライフさんの方が上っていうね。で、2位がリアンさん、3位がネフライスさん。っていう流れで順位が上なチームではなく下なチーム、ジースさんが8位、クララさんが9位、10位がキメコさんという流れやってんけど、下の10位から好きなランドマークを選んでいけるという感じで、今回はこういう構成になりました。まずはキメコさんたちが選んでいったのはリテールローですね。まあ、リアンさんが2ビクロで取ったランドマーク、逆に言うとネフラジさんは7番目にランドマークを選ばないといけなかったから、こういうサンディーシーツというところに、まあちょっと過疎地気味なね名前付きのところに行ってたり、逆に言うとキャプテンとクララさんが、今回クララさん9位なんだけどね、まさかのここは、おー、ライフハウスさんがなんか詰めてるぞこれ。さあ、ライフさんが単独テルテッドを言っている。なんだこれ。さあ、現在1位がかなり強気に撃破を取りに、しかも対面相手はアルベドさん、競技勢ムーブをライフさんがやっているさあ、これにさすがに困ったアルベドさんはあえて攻めずにクララさんたちのカバーを待ちますね。この一撃者をパクリに来るというライフさんのスタイル、これは他の2人たちは、他のメンバーはここはショットが持ってないんで、ライフアンさんが単独で詰めたけど、クララさん武器を持ってるインフルエンサーがカバーしに来てくれましたね。まあ、こんな感じでライフさんが詰めた理由は他のメンバーがクワしか持ってないから、今詰めたら余裕で勝てんじゃねみたいな、プロゲーマーでも勝てんじゃねっていうところで詰めたけど、まあ、アルベドさん落とせただけね、よかったけど、まあ逆にうまく攻めて、うまくカバーしたクララさんが良かったですね。ただそこをまたキャプテンが詰めに行く。さあ、インフルエンサーがこんなに強気にいける試合はなかなかないんじゃないかプロゲーマーに対して、ただここはむしろ囲い切ってのクララさん、クララさんチームの連携が素晴らしい。単独でインフルエンサーが詰めてきてもフルピースでプロゲーマー囲ってクララさんが有利に編集を開けて倒していく。さあ、そしてレイニーさんがリミ先輩を落としますね。リミ先輩を落としているのはここか。さあ、これ囲いに行ってるか。さあ、ネフライスさんがここは、ユマさんは武器持ってない、ユマさんが武器持ってないんで、ネフライスさんがユマさんを落としていく。さあ、これ三撃破目。さあ、さすがにインフルエンサーの中でもバケモン級か。ネフライトさんがここ、おー、リアンさんが詰めに行く。さあ、リアンさん対ネフライスさんの勝負になるぞ、これ。さあ、どうだ。武器を持ってるのはここの二人だけ。あとは囲いに来るが、おー、ステインさんたちが囲いに来る、囲いに来る。建築で、ここはネフライトさんを捉えに行く。さあ、ネフライトさんは、リアンさんスキンがリアンさんすぎる。ちょっとわかりやすすぎるか。これ、バレてるの。ネフライトさん、リアンさんさえ倒してしまえば、その時間帯、後のメンバー全員武器持ってないからね。さあ、ここはエイムの打ち合い。インフルエンサー対インフルエンサーのこの大一番、ここで勝てるかどうかが、全滅かかってるんで、あまりにも大事。これは選手たちの応援もちょっと聞きたいけど、ここはリアンさんさすがに引きましたね。さあ、クワ持ちの脅威選手をいかに刈り取れるかがインフルエンサーの立ち回り。結構強気にいってるインフルエンサー多いですね。お、ケンタさんがウィッケシーさんを落としている。さらにジースさんも落として、これクワ同士のファイトも起こってるか。さあ、クララさんが落ちてる。インフルエンサーが落ちると、後のメンバー武器は持てない。なんとか逃げるが、ライフガードさんがまた刈り取りに来る。ハルキオさんは一旦、タワーの中にこもるが、うまく逃げてはいるし、クララさんが復活すれば一応武器は持てるんで。さあ、武器を持って鬼になってるライフガードさんが一気に詰めるが、逆にショートさんが落とされて、さあ、ただライフさんが一気に詰めに行く。ティグレさんがここはワンモックス入ってるが、そこをライフさんが、階段ブーストで入って、さあ、絶対絶命。ここは屋根も張り替えて、ライフさんが逃げ引め。さあ、そしてジョブさんがね、フライトさんを落としている。ジョブさんが落としているということは、殴りかかったか、これ。ここはリアンさんチームは、でも三撃者やからリアンさんチームワンチャンこれ、あー、落下で体力を戻しに行きますね。今回は、クワと建築だけなんで、回復も使えないのが脅威選手。だったら、やられて、リスポーンして体力を元に戻す方が得ということで、脅威選手はあえて落下を選んでますね。
さあ、そしてGさんは武器持ち。まあ競技の経験もあるし、パワーで言ったらインフルエンサーの中でもトップ級に強いが、相手はブユリルさん。さあここはもう血も涙もない最強プロゲーマーがインフルエンサーとして参加してる。ブユリルさんチームが圧倒的に強いか。ただブユリルさんチームは3名しかいないんで、建築を張ってくれる囲ってくれる方が、まあ、1人しか、2人しかいないっていうのがデメリットにはなってますね。ジースさんはここはショックウェーブで、さらに囲いに来たマウフィンさんとエリマさんに対してここは勝負にいってるが、いやーブユリルさんがもうお構いなしに突っ込んでくる。まあ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 、ここはねブユリルさんは他のチームに対してなんかずるいと言われていたけど、全くお構いなしに攻める宣言してたからな。これもうブユリルさん止まんないですね。さあジースさん落としていく。これはジースさん落とせれば後のチームは逃げるだけ。さすがにこれは厳しいですね。ブユリルさんはすでに3撃破。ディアンさん復活したけどこれは厳しい。さあ現在に2連ビクロイ達成したチームが一番苦しい。さあサルトで勝負に行ったが、クワのカバーまでのおまけ付き。ただデーダズさんは一人で隠れてますね。他のメンバーの復帰を待って、まあこれがねやっぱりリロードの良さではありますね。さあクララさんが一気に詰めていく。インフルエンサーフィーバータイムすぎる。ここはそのまんま編集開けて横にずれるところをクララさんが、いやーピースコントロールまで、いやーミリムさんの逃げ方もうまかったけど味方がしっかりと閉じてくれてましたね。さあネフさんがまだまだ勝っている。現在撃破数が一番多いのはやはりネフさん、ただ落ちている。さあこれはネフライトさん確定まで入れられて、倒していったのはブユリルさんだ。来た。さあやはりストリーマー最強というか、ストリーマーと言っていいのか、ブユリルさんが一番の鬼になっている。とはいえ回復アイテムは結構少ないんで、ブユリルさんも無限に追い続けて、あーここでメディキットゲットしちゃいましたね。クララさん、ネフライトさん、ブユリルさんが圧倒的な感じありますね。とはいえ、おーフルピース、うまい。ここはピースコントロール、ネフライトさんがうまく入れて、さらに連射武器で稼いでいきたいが、外からここは撃たれて、さあ殴ってくる。ここはカナさんたちがカバーで殴ってくる。殴ってくる。いやさすがに止めれないが、ここはベースパーティー。最終的には誰が止めた、キャプテンだ。味方のこのクワの突りをしっかりとカバーしてあげたキャプテンがしっかり撃破までつなげていく。さあ足元ダブルエディット、さあ張り替えを狙う。さあここで行く岸さんに、いやー白ダメ惜しいがプラスで、さあ攻めていけるか。いやーネフさん落とされた。これはむしろクララさんが一気に詰めてくるか。さあいやここは詰めきれない。ただネフライさんダメージ貫通で 38HP、 これは苦しい。さあブユリルさんはこのリフレッシュの嗅覚シンプルに、さあ正面はリアンさんだ。ここは武器持ちリアンさんを落としていく。あまりにも大きな一手。さあそして隣にはルイサナさん、ここもさあ落とし切っていく。さあただここでちょっと体力は削られてしまったが、うまくスラッシュパッド、さあ一気当選か。いやーワンパン返した。ここはうまくワンパンで返していったのはレフさんか。さあここで落とされて、頑張ってマウフィンさんが時間を稼いでいて順位を取った。そしてキャプテンが最後はうまく伸ばして合計で12飛車。さあキャプテンチームがここは勝っていきましたね。ビクロイ取ったけどメディキット持ってるか。あれただいまボコボコにガヤがただいま炎上しております。これが大会の立ち回りか。キャプテンの立ち回りが出てますね。さあ4戦目見ていきましょう。ルールは3試合目と一緒で、なんとね、キャプテンがメディキットを使っちゃったんで撃破ポイントは入るけど順位は0になって、繰り上がりで2位だったチームがビクロイなんやけど、なんとビクロイ取ったのがリアンさんチームということで、まさかの3連ビクロイ主催リアンさん圧倒的1位というね。まあ言うて20ポイント差ぐらいから1マッチでね順位がコロッと変わるぐらいのポイント差にはなってるんやけど、まあ他のね、ライフガードさんとかネフライさんとかビューリルさんが上がってくるかどうか。ライフさんチームが、おー、ビューさんだ。さあ、ライフさん積極的にクワ1本で囲いに行く。さあ、ブユリルさんに対して攻撃的なムーブだったけど、ここは、一旦相手が逃げたかな。さあ、ブユさんが引くところ、ライフさんが強気に行く。さあ、ブユリルさん対ライフさん。まずは先手を打ったのはライフさん。さあ、ライフガードさんかなり積極的。さらにアサルトも当てて、ブユリルさんは逃げの一方で、ここはライフガードさんがむしろ攻め手に回るのか。ただクワ持ち発見したんで味方に連絡受けて、ピースコントロールはライフさん自身がやっていく。うますぎる。
ここはマウフィンさんを独自で捉えていく。さあリアンさんチームの目の前にキャプテンたちが来る。キャプテンたちが来る。さあどうだ、カナさん、あーカナさんが入る、コルブシの中に。さあ最悪だ最悪すぎる。4対1でクワ持ち、これは無理。まあ武器持ってたとしても無理ですね。さらにケンタさんが冷静にここのボックス抑えてはいるが、さらにここでボックスを展開して、さあどうだ、でもキャプテンが攻めのムーブ、さあ入り込んだキャプテン。ただここはおーリアンさん落としていく。さあ単独で一気当選になるか、これがリーダー、キャプテンが一気に詰めて、さあケンタさんまでうまくカバーに行って、ジョブさんをも落としていく、グラファ王者も落として、キャプテンがあまりにもうまい猛攻。さあやはりここはショックウェーブなどの OG のアイテムをうまく使っていくか。さあデータさんが逃げる。さらには G3 チームも巻き込まれましたね。さあ G3 チームまで別パーティーで巻き込まれて、ジョブさん、リアンさんまだダウン状態で、まあ他のデータさん戦士さんは逃げれたんで、物資状況的にはおそらくここはまあかなりリアンさんチームビクロイに行くには、おーデータさんだけになった。どうだ、データさん一人で生き残れそうだな。でもこれはさすがの競技勢の逃げのうまさもありますね。おお逆サイドに回り込む。さらにここはスインさん落としていく。さあやはり他の車線も気にしますね。さらにジョブさんが屋根ハイド、おお意外と気づかないこの屋根ハイド。さあリアンさんが屋根の中、さあアタッカーが落とされた、リーダーも落ちて、リアンさんチームかなり落ちる率が高いか。こちらもおおこれはおお今さんバレてない、おおバレてない、いや大きすぎる。これでライフさんに連絡が入ったら一気に刈り取られてしまうんで、これでバレてないのはあまりにも大きいですね。しかも円入ってますね今さんは。ライフガードさん15、さあ来たか、ライフさんが一気に駆け上がってくる。ランキングがおそらくこのマッチで入れ替わる可能性も出てきましたね。さあハイグラウンドムーブを取ってるのはゼルフィーさんチームかな。さあ乗り移りに行った、ハイグラウンドに対してライフさんが積極的に行く。さあここはしっかりと防衛をして、さあゼルフィーさん対ライフガードさん、ここを落としきればもうハイグラウンドはこちらが手中にできる。さあライフさんのハイグラウンドに味方が合流してくれて一旦取り切れましたね。ジースさんも4撃か、あーでも復帰した後やな、これは厳しい、耐久までセッティングやね。レイさんは、あーレイさん結構武器いいけどな、このあーでもキャプテンと出会う。さあレイさん対キャプテン、これはスキンがすごい分かりやすい。さあどうだ、勝負に行けるか。もうこちら側が冷たいが壁が取れない、壁が取れない、ただ押し込んでいく。さあ2チームが噛み合ったか。さあキャプテン対レイさんが正面衝突、ここは後ろ回り込んでショットガン当てて、さあもう1編集押し届かない。さあキャプテンも食らってしまったんでここで落ちて、さあ残りの体力はネフさんも体力がギリギリ足らずで、最後生き残ったのはおおテイテイさんたち、やはりハイグラウンド、ライフガードさんチームが最後までアンチ移動できたのが強かったですね。さあ第5マッチ目は全て OK、 5、6は全て何でもやっていいというマッチですね。まあ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 、もう体力回復とか、まあ武器とかもレアリティとかもね、制限がなし、何でもやっていいんで、やっぱりね競技勢が一番輝く時間帯になってくると思う。さっきはねやっぱ配信者が最強だったけど、まあ今回はこんな感じで、またねランドマークが偶数刻みで変わっていって、今回また1位に変わったのがライフさんたち、そしてもともと1位だったリアンさんたちが現在では3位になって、1位と3位がまさかの被ってる状態ですね。これはねフライスさんたちがブユリルさんチームを攻めてるか、エリマさん落としましたね。さあこうなってくるとネフさん、ルイサナさん、テイラさんとレイニーさんチームがどん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 強気に、まだこの積極性を欠かさずにいってますね。さあちょっと会場の音も今回ありでやってんねんけどせっかくのね半分オフライン半分オンラインっていうね感じでやってるから、オフの声も乗せては見てますね。おお、ここ復活のところもやはりネフライツさんのエイム力、まあ普通に今シーズングランドファイナル行きそうですしなまあやはりこちらのスクワットもバケモンスクワットですね、最強だ。ここはアイスさんたちが強いですね。さらにゼルフィーさん追っていく。さあリーダーを落としに行けるかどうか。ここはワンパンダー、うますぎる。
さあ、アリスさんのパワーがあれ、あまりにも高い。惜しい、スナイパー。ここは当てれないが、うよー、抜いていく。ゼルフィーさんが、ここは脅威勢ワンダウン。ただ、持って帰られてしまったか。翔太さんのカバー入りましたね、今。惜しいな、一撃か。取れそうやったけど、ここのハンティングのうまさ。発揮はできたが、惜しくもポイントは取れずか。ここは一旦進行で、さらに一気に囲い込んで、レフさんを落としていけるか。あと1点の SMG。 ここは味方のカナさんが落としてくれた。さあ、資材はないんで、ここは射線をうまくキャラコンで切りながら、さらにここゼルフィーさんも落としていく。配信者メタチームすぎる。さあ、キャプテンチームの猛攻。ただここで止まってしまうか。かなり苦しいプレッシャー。ここで洞窟の中、なんだこのワンタイムイベント風のスポットは。ただここでカナさんが、おお、味方に物資を運んでくれる。さあ、正面はルークさんが見ている。キャプテンはスキンが分かりやすいんで、ちょっと狙われそうになるが、一応ピグレさんがうまくスペースを作ってくれた。いや、いいですね。さらにカナさん起こせるか。これ起こせたらあまりにも大きい復帰。さあ、そしてあとはジースさんが生きてますね。ジースさんがハイグラから、いやー、ヘッドショットでアサルトいい1点。さあ、残り5チーム13名生存。ビルドありになると、武器解放になると、人の減りも早くなりましたね。さあ、ビューレさんが資材がない。ここはジースさんがいいエム。アサルトは緑ではあるものの、削りがいい。さらにロケットランチャー、ここは食らうかどうか。いや、耐えられたが、ハイグラロケラン、昔ながらの最強コンボ。ここはまずい、まずい。ここはジースさん足場が折れてしまう。ここはでもブロックさんが耐えている。もう武器持ってない。そう、即逃げれるような状態にして、ここは一旦引ける。さあ、ビッグロイは取れそうだがどうだ。ドックさんはすでに単独8撃か。相方が2の4の5で19撃破取ってますね。さあ、残りは4チーム5名生存。さあ、ここはルイサナさんが一チェ順位上げて、メイシーさん対ドックさんの回復耐久。レイシーさんは耐久はしているが、レイさんチームちょっと物資少なかったイメージなんで、こうなるとドックさんの方がかなり有利に見えるがどうだ。さあ、メディキット、そしてチャグスプはまだまだ持った12個。ストームヨイオもカバーできるこの回復量。レイシーさんはさすがに苦しいか。さあ、一応耐えてる。一応耐えてるけど、メイシーさんが動き始めた。回復アイテムを探し始めてるということは、これはもうないかアイテム。さあ、どうだ、何個ある。さあ、ローグラウンドに有り余った回復アイテムがある。さあ、拾って使って、いやー、間に合わない。さすがにドックさんたちがビクロイを取り切りましたね。さあ、ジージー私のこと狙わないで。で、分かった、これはアリスさんが許さないいやゆうこさん完全に痛みが乗り移ってるけどさあ、かなさん、キャプテン、ピグレ、ケンタ、スクワット。かなさんがウィッケシーさん落としていく。さあ、ウィッケシーさん落として、そのまんま、かなさんたちはここは、おお、まだいる。さあ、キャプテンがダメージ取ってますね。そのまんまうまくピースコントロールまで狙っていくか。ひめこさんの悲鳴がめちゃくちゃ聞こえる。またアリスさん倒してるな。さあ、キャプテンは一旦ここはまたポジションをずらしながら、今のところはキャプテンチーム逆にこれ味方が、おお、全員ここにいるんで、ここのボックス全滅させられるとスクワットが落ちてしまうが、対してアルベドさんチーム、おー、ピースコントロール狙いに来たが、いやー、うますぎるかなさん。この横側面を取りに来る瞬間、自分が上に上がって、むしろ上からの入り込み、あまりにもうまいボックスファイト、キャプテンチームが合計6撃破、2番手の撃破数。さあ、1チーム落ちましたね。ここでキメコさんチームが落とされて、さあ、後ろからのこの射線、火力が高い、一気に削られた。さあ、やはり OG シーズン、この中距離の火力はやっぱり前までの方が高そうですね。今のシーズン当てるのが難しいのもあるんで、さあ、一気に詰めてくる。カバーに行ったが、このカバーに味方が全員行ってしまうと、逆に全部落とされるとスクワットが落ちてしまう。さあ、耐えきれるか。ピグレさんは逃げの判断。さあ、ただ残り1人、ピグレさんが追われるのみ。さあ、 1v4 か、逃げれるか。ピグレさんがとにかく逃げないといけない。とにかく逃げてスクワットとして生き延びないといけないが、どうだ。一応逃げれてはいるが、なんとかなるか。持ち物はメディキット3つ、早めのアンチ外耐久で時間を稼ぐが、でも9円ですね、これ。あー、ごめん、でも残り第6円で、次は7円で復活するかどうか。
キャプテンの画面を見てもちょっと分かんないな復活するかどうかちょっと分かんないですね。さあ、あとはテイテイさんは復活した後、いやー悔しそう。さあ、ここはジョブさんたちがうまく追い上げ、前半戦圧倒的1位から後半戦立て直しができるかどうか。右側側面が多分移動してくるんで、そこを見に行きますね。さあ、ここで惜しい、コースピス剣道さんはここはさすがに、いやー100カットを当てていく。ルークさんに対してこの隙を逃さない。さあ、ダメージきっちり取っていきながら、ちょっとゼルフィーさんたちは着地のタイミングで痛手を負った形にはなりましたね。さあ、ネフライさんチーム、ディッシャー多いですね。やっぱり今回も10を超えていきそうというか超えてますね。レイさんたちはおー、クラッシュパッド、さらにおー、懐かしのクラッシュパッド、ダッシュで簡単にジャンプできる。ハイグラ取れますねこれ。さあ、タイミングポジションともにかなり、しかもメディキットをたくさん持ってきてるチームなんで、回復耐久のビクロエまであと一歩で勝てそうな雰囲気が出てきた。さあ、レイさんたちはここのジョブさんたちに勝負挑まれる時を返していきたいが、ハイグラウンドの勝負は来ないですね。さあ、レイさんチームは今のところハイグラウンドは取れそう。さあ、ここは残り6チーム20名生存で、アルベドさんが今倒してたか。アルベドさん今リアンさん各入れてましたね。さあ、アンチはタワーの側面、山登りですね、山登り、まあ、ハイグラウンド立ってる側に戻れんなんで、これはもうメイシーさんたち確実に回復耐久できますね。さらに右側面ローグラウンド、リアンさんチームが一番苦しい。クロスを組まれていたが、レイニーさんが落とされて、レイフライさんも落とされて、さあちょっと様子は変わってくる。ローグラウンドはかなり激しい。さあ、ここはテイラーさん、ルイサナさん、キャプテンチーム、レイフライさんチームがうまくローグラウンドを抑えに行ったが、ローグラウンド一番ポジションいいのはやはりゼルフィーさんチームですね。ポジショニングがうまい。さあ、先端ローグラ、ローグラがかなり苦しい。しかも先端にかなり多いチームがいる。さあ、パパさんに、さあ世界5位に、安心安定の世界5位に回復を渡して、レイさんたちが突りに行くかどうか。さあ、ここはおーおー、めちゃくちゃ外に行く。撃破ポイントを取らせないかこれ。さあ、いや帰りますね。さあ、あえて後ろからちょっと間違えた飛び方になったか。ただ逆にそれが構想した、うまく後ろから一撃。さあ、これでレイさんが撃破を取ったことになりましたね。さあ、パパさんがここは残り4チーム8名生存やけど、まあ全員あと1対1対1対1の回復耐久のはず。さあ、パパさんがめちゃくちゃ耐えて、相方テイラーさんも耐えてますね。さあ、ムーコニックさんも結構回復は持ってるけどな。さあ、どうだ、ステインさんが一番少ない。テイラーさんもちょっと猶予を感じる。パパさんたちがかなり高い、かなり高いさあ、ステインさんかテイラーさんかムーコニックさんかパパさんかリアンさんかネフライスさんかレイさんかゼルフィーさんか。ここは2チーム落ちる。さらにムーコニックさん回復を探しに行った素振りに見えるが、ここはどうだ。ただムーコニックさん今持ち物見えてるんで、パパさん対ムーコニキさんの持ち物はほぼ同じように見えるが、さあ、ストームが発生した。ストームが発生したらチャグスプの数で勝敗が決まるが、ここはムーコニキさんが耐えていく。さあ、ゼルフィーさんチームがここ最後は粘り勝ち。ビークロイまで伸ばしていったか。いやー、すごいな。パパさんの回復量も多かったけどね。ここは耐えきれるんやな、ローグラで。いや、ポジショニングが良かったですね。1、はい、ということで最終マッチが終わりましたと。リロードはやっぱり面白いですね。何回もチャンスがあるっていうのが敷居を下げるというか、ストリーマーが活躍するシーンもね、多かったイメージありますね。そして最終集計、誰が優勝したのかというと、ネフさんチームおめでとうございます。まあどのシーンでも強かったよね。言うて今でも現役級の強さを誇るネフさんっていうのもね、まあ当然っちゃ当然な結果な感じもあるけど、結構ねランキング自体は競り合ってたし、 GG やったね。またリロードもね、ガチ競技も来るかもみたいやから、まだまだ楽しんでいきたいですね。ストリーマーの皆さんも競技の皆さんも、そしてこの長い動画をね最後まで見てくださった皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、またね。